今日は波動砲入れてのかくれんぼ。波動砲といえばその豪快な火力、遠距離から一気に複数人が吹き飛ぶことも珍しくない。なおこの試合はこの後通報されて負けた。かくれんぼでクールがあるとはいえ無制限に波動砲が打てたらどうなるか言うまでもなく皆さんわかりますよね。ふふ、それじゃあ波動砲の凄まじい火力見せてやるぜ。はい、ということで今回は波動砲を使ってかくれんぼを遊んでいきました。いかがでしたでしょうか。最高の火力をお届けできたと思います。弾幕はパワーだぜ。それじゃ本日はこれで終わり。高評価よろしく。高評価よろしく。さらばだ。は？なんだ今の感覚は。時間を消し去って飛び越えさせた。これが我がキングクリムゾンの能力。マリサさんは動画のエンドロールが流れたことにも気づかず、すでに次の動画は始まっている。つまりこの動画は1動画で2動画分ということか。イグザクトリー。つまり動画の収益もコメントも視聴回数も2動画分。そんなわけないだろ。バカ言ってないでさっさと実況始めるわよ。波動砲リベンジマッチ。今度こそ波動砲でみんなを消し飛ばします。おい、記録10秒あるからって舐め腐った奴らが集まってるぞ。あ、ミスった。めちゃくちゃ群がられてて草。せいせい。ピッピッピッピピピ。お前ら全員後で消し飛ばすからな。この償いはあなたたちの屈辱あるしで償ってもらいます。地味に波動砲の硬直時間長くて草。しかも波動砲の間切るくたまらないからな。む、こっちに行っていたように見えたんですけど、右を見てる時に左をこすり抜けていったのかもね。さてじゃあ研究室へ向けて砲撃開始。これは全然当たる可能性ありそうだが、日頃の行い砲発射をやってるやってるともう煽りに来てて草。当然だが許さん。顔面を殴ってから直して鼻をむちゃくちゃな形にするぞ。常識かな。わかりにくいパロネタを使うな。こっち側に逃げてそうですけど案の定いましたね。人はおるからそうなるんだぞ。ブーメランの極み。煽って確か死んでて草。さてじゃあここで波動砲を一つまみ。ていうかスケルドですら一発も波動砲当たってなかったのに、スケルドよりも広いボーラスで当てれるの。カズーチャ当たるだろ。狙いも減ったくれもなし。こればかりは狙っても当てるの難しいですからね。そもそもみんながどこにいるかわかんない状態だから狙うも何もないぜ。あるとするなら日頃の行い。試される日々の善行。そしてどんどん増えていく波動砲ではないキルの犠牲者。みんなもみんなです。わざと波動砲に当たって鼻を持たせてあげようとは思わないんですか。思うか思わないかで言うと思わない。思え。それだとやらせになっちゃうでしょ。優しい嘘は見逃すタイプ。残念ながらみんなとれ高こじきなので絶対に譲らないんですけどね。ある種の孤独。そろそろ当たってもいい頃合い。やばい、ラテさんそこ当たる。え、マジ？死者が密告してて草。大前線大丈夫じゃねえか。死んだクルーは生きてるクルーの敵ですからね。むしろ人材側の味方。できれば左端からひたすら撃って波動砲を当てたいところ。大縄跳びかな。そろそろ一発撃ったら5人一気に死亡とか熱い展開ないの。人生にボーナスタイムはないです。今ちょっといいこと言ったと思ってそう。思ってないです。でも悪いことは言ってないと思ってるよね。そりゃまあ思ってますけど。なら裏返せば良いことを言ったと思ってるということになるのでは。思ってないです。あと一発殴らせてください。ついでで要求する内容じゃない。とりあえず暴力に頼るこの姿勢は大変よろしくないと思う。ということで裁判を起こす。アメリカかな。このチャンネルでは教育的かつ模範的な内容をお届けしていきたいで。あれ？なんか知らんけど当たってて草。お散歩してたら急には止まれなかった。まあわざとなんだけどね。どんなやられ方をしてもやらせが疑われない唯一の存在。だて死ぬぞ。また嘘ついてる。死んだわ。今回は本当なのかよ。だから言ったのに仲間を信じないからそうなるんですよねえ。死んでくれ。よかったよかった。これで動画のタイトルに最強って言葉入れれそう。ゲーム実況者やりがち。私たちもやってますからね。直接的に考えれば私たちもゲーム実況者。直接的に考えなくてもゲーム実況者です。あ、これ誰か死にます。僕です。ひなにー、盛り上がってるな。楽しそうで何よりです。これでジョージアドミンが解放されたわね。この人数になった時は大抵誰も映らないんですけどね。まあ案の定。そろそろ標本室側の巡回一度向かっておきましょうか。今回は波動砲なので標本室が必ずしもアンチとはなり得てないけど、それでもなお強いっちゃ強い。あれ、なんか一人通信室にいますね。これはワンチャン狙えるかもな。通信室のタスクは結構長めだしね。まだ動くんじゃないぞ。通信室の出口あたりを狙って波動砲を照射するぞ。アドミン見て遠距離で当てるとかロマン溢れますね。ここまでで初めて適当じゃない波動砲。いけ。すごい、本当に当たりましたよ。これはドヤ顔決めれるわね。こんなところで当たるのか。今回はアドミンでしっかり位置分かってましたからね。メテオさんアドミンに映らない位置にいたけど、通信室にいたのメテオさんじゃなかったんですか。完全に巻き添えで草。まあ結果としてしっかり波動砲当ててるからセーフ。残る一人はレイマリさんですか。後半は大体波動砲で仕留めてきてるし、どうせなら波動砲で決めたい。まあそもそも普通に探しても見つかりませんけどね。うわー、完全に詰みましたね。でもどうせなら波動砲で決めたいんですよね。一旦逃がすか。まだ全然時間あるし、高貴な貴族がやるハンティングのお時間じゃん。ほら逃げろ逃げろ。こっから勝てるかな。このゴミを呼んで勝ちを狙ってて草。勝利への執念が凄まじいな。まあとりあえずここで一発。どうせ当たらないだろうが一回距離離さないと当たらんしな。さすがにこれは当たらないと。お、うまい。これにうまいも何もないでしょ。レイマリさんを舐めすぎで草。で、次標本室に逃げ込むはず。そこを左側から狙い撃ちしましょう。仕留めれる時に仕留めなかったこと後悔させてあげます。そう言って負けるのがお決まりのパターンですからね。よし、しっかり標本室側に逃げ込んでくれたようだな。あ、やべ、間違って波動砲撃っちまった。何やってんのよ。あれ、でもポイントは左側にマークされてますけど。これもしや標本室行かずにベントで左側に飛んでる。位置的にそうっぽいですね。え、
当たって草。下側に打ってくると思って上側に逃げたら見事当てられました。1ミリも狙ってないけどね。ね、狙い通りでした。弾幕はパワーだぜ。そのセリフでいじってくるのやめろ。じゃあ次の試合行きますよ。次は逃げる側だな。鬼はみぞれさんですね。逃げる側は逃げる側で結構大変そうだけど、当たる確率が低いとはいえ運悪く当たったら即死の波動砲が回数制限なく飛んでくるわけだからな。当たれば富明星機からの全てを失うことになります。なります。じゃないが、全てを失った後のゴールドロジャーじゃん。今回相棒としてピックしたのは前回に引き続き続投の命の尊さくん。こいつが他のペットに比べ優れてる点が3つある。まず容姿が致命的にブス。1点目の段階から罵倒。この見た目だと肉壁にしても罪悪感を感じることはない。2点目は上半身に対して下半身が貧弱すぎること。3点目は生物として受け入れていいか微妙な見た目をしているとこだな。3点全部容姿に対する罵倒でしたけど、あんたこのペット嫌いでしょ。この見た目の生物を好きで飼うやつなんかいるわけないだろ。逆切れしないで。あれ、これ波動砲縛りだよね。そりゃ当然そうでしょ。波動砲以外でキルしてきたらさすがにみぞれさんを見損ないますよ。なんかとんでもなく圧がかけられてるんですけど。パワハラに屈するなみぞれもん。お前はお前の道を行け。そこで他の人の意見に流されてるようじゃ世界一のストライカーにはなれませんよ。目指してないです。波動砲の発射準備音が聞こえてきてるわね。一旦下側に避難するか。そんで大丈夫そうだったら戻ろう。とりあえずは大丈夫そうですね。一回発射されちまえば奇跡が見えるし、当たることなんかないから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 。キングクリムゾン、ミゾレモンの波動砲が当たる数秒間を吹っ飛ばした。残るのは私が死んでいないという結果だけだ。先ほどまでの画面はエキタフで見た未来の映像。真の戦いはここからです。敗北を認めろ。ということで今回の鬼はウタパロン。先ほどはミゾレモンに対し波動砲縛りの圧力をかけていましたが、奴にはプライドも誇りもまともな感性も人間性もない。言い過ぎ言い過ぎ。きっと自分は容赦なく普通のキルを使ってくるでしょう。それだけは間違いない。なので波動砲だけでなく普通に出くわさないようにも気をつけていきます。それが当然なんだけど、最近マジでこのモードがかくれんぼなの忘れそうになる。編集してて毎回鬼ごっこになってるの修正してますもんね。はい、それじゃ早速1発目の運試しいきます。なんだかすごい嫌な予感がしますね。うわー、間一発とかいうレベルじゃなくて草。あー、これは完全に日頃の行いの差が出たな。我々はかろうじて回避しましたね。あとほんの少し下にいたら消し飛んでた。まあ死んで当然といえば当然の人からでよかったです。なんか今日仲間へのヘイト高くない？どうせ連続でここには打ち込まれないと鷹をくくってダウンロード。こういう慢心が身を滅ぼす。少しのアドでさえ見逃さないという圧倒的貧乏症。取り続けてきた小さいアドで今ができるんだ。目先のアドを取り続けようとするとこうなるという一つの教訓。そしてここで鳴り響くディスコード参加。視聴者の一部も思わず自分の端末を確認したに違いない。普通に迷惑で草。カットしろよ。素材の味をそのまま味わってほしいという配慮。鬼ごっこはなるべく全て余すことなく動画を採用すると決めています。具体的には尺のため。なおキングクリムゾンは例外。よし、みぞれさんを波動砲でうまく貫きました。今めっちゃ普通に能力使わずにキルされたんですけど。甘えるな。そんなことウパさんが鬼の時点で分かりきってただろ。仲間への負の信頼がすごいな。2年間の絆定期。なんでこの村ってこんなんなの。いや、そりゃ私だってもっとキラキラした村にしたいですよ。おすすめのカフェの話とか動画の企画とかで喜ぶそんな村に。今のも楽だな。完全にブルーロック入寮試験状態ですからね。ブルーロックに例えて視聴者の何割が理解できるんだよ。私は私のエゴを貫きます。ダメだ、完全に完成してるわ。最近面白い漫画多すぎて困っちゃうわよね。漫画アプリの課金額が多すぎて会員ランクがとどまることを知らない。実際にはまとめて勘で買った方がお得なんてことは分かっているのに、ついつい空いた時間でどんどん続きを買っちゃうんですよね。お、ウパパロン、やはり完全にプライドを捨てたな。捨ててないけどね。そこにいたから切っただけ。サイコかくれんぼニストじゃん。生涯誰も使うことがないであろう像をやめて。一休みのついでに星を見る。こういうところで差をつけていく。つけられてるのは自分定期。というかもうタスク終わってやることなくなったな。とはいえ波動砲はベント内でも貫通して当たっちゃいますし、アンチはどこにもありません。ベントを得た息もそういう意味で言うと微妙ね。おらひなにいくらえ。波で私たちかなり危なかったですね。危険察知して上側に移動してなきゃ死んでたな。うん、ひなにさん今の当たらなかったか。雑魚がよ。動き回っても被弾確率上げるだけですし、波動砲がほぼ当たらないリアクターで時間潰しますか。ここはマジでいるのが分かってなきゃ当てようがない。反対側のリアクターから狙うしか当たる位置ないしね。でもここにいたらコメントで動画が動かないんですけどって言われるわよ。命の尊さくんもここで動かないことがいいって思うよな。あ、喋るタイプのやつじゃないんだ。大体のゆっくり実況なら唐突に喋り始めそうなもんですけど。こいつを喋らす労力がもったいない。適当なボイス入れるだけだろ。ボイスいじるの面倒いから霊夢と声同じになるけどいいか。紛らわしいし何より普通に嫌。あれ、ラテさんがいつの間にか死んでる。一番最初に死んだわ。初手の波動砲に当たるとか最初からいないのと変わらんからな。もう数分経過してるしかなり死体が冷えてそうですね。もっと冷えろと願うばかり。仲間の取れ高を阻止できたことが何よりも嬉しい。阻止したのはあんたじゃないけどね。さっきから波動砲ではなく普通にキルされる人が後を絶ちませんね。まあ私たちも普通にキルしてたし、後半になって人が減れば減るほど当たりにくくなるからな。この人数だと適当に打っても当たる可能性は低いぞ。完全な安全圏からのお言葉は説得力が違うわ。いや、これはペットを守るためだけどな。自らのスタイルを曲げてでもペットの命を守ろうとする飼い主の鏡。守ろうとしている割には開幕が当10割でしたけどね。さて、ここでついに強化モードに入ったか。しかし残念だが、あと20秒はこのままだ。うお、
へぇ。よし、今日は波動砲がよく当たるな。人には波動砲縛りとか言ってたのに普通にキルしてる。人を信じるということの愚かさを学ぶことができる村。これは教育的な動画だ、間違いない。視聴者の皆さんにはぜひともこの動画で義務教育を終えてほしいところ。終わるのは人生定期。さて、残り1分で逃げる側生存人数は3人。私たちとひな兄さんとガンマスさんで合計3人か。なんとも言えないメンツですね。あんたも含めてね。ま、さすがにそろそろ動いとかないと一バレするな。多少のリスクはあるが、ベントの近くで備えるとしよう。波動砲で貫通するとはいえ、ベント使わず行くのももったいないですしね。そしていつもの定位置へとかける。やっぱベントの近くは安心感が違う。ただ一バレしたタイミングで一旦道を変更する必要はあるな。小賢しく動き回ってるわね。ハエみたい。もしかして私今喧嘩売られてる？さよなら、さよなら。早く動画上げてください。お、ゲージが上がってきた。残り時間30秒だし、パッとベント入って逃げるぞ。そしてここで一旦アドミン確認タイムを挟みます。ここでウパさんの位置が分かれば波動砲に怯える必要はありません。おそらく研究室がウパさんだからここは安全だな。というかひな兄さん、普通にセキュいるけど大丈夫かしら。いや外すね。位置見えてるんじゃないの？残り時間あと少しだけど大丈夫？波動砲縛りしてないのに負けるとかまさかそんなはずないですよね。勝ち確盤面になった瞬間発生する恒例の煽りタイム。よし、暗い波動砲。波動砲じゃないだろ。残りはあと一人か。プライドを投げ捨てても届かない世界があるということ教えてあげましょう。最後まで安全圏に逃げ込むその姿はまさに小物。時間的に撃てる本数はあと1発。君が主人公ならこの一撃で逆転勝利を飾る盤面だが。決まれー。逃れ切ったよ、みんな。私が勝利するという結果だけが残りましたね。これがキングクリムゾンの能力。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。